い、こちら旧日野橋になっております。はい、今鳥取県は米子市に来ておりますね。旧日野橋という心霊スポットを目指して向かっておるところでございます。旧日野橋はですね、国の登録有形文化財に指定されておりますね。米子市のね、タクシー階段の場所なんですよね、この旧日野橋というのは。で、その米子市で起きたタクシー階段の話なんですけども、米子市のホームページとかに載ってるっていうぐらいのちょっと有名なお話で、ああいい形の橋だな本当に。現在ね、車は通行できなくなってるんですけれども、歩行者は渡れますので行ってみようかと思います。ここですけども、じゃあどういうお話があるのかというとですね、まあ、日野橋に出た幽霊として米子市のホームページに記載されていない、読み上げます。戦後もだいぶ経った頃の話ですので覚えておられる人も多いかと思いますが、こんな世間話が米子で広がったことがありましたと。夕方、ある人が白い乗用車を運転して日野橋を渡っていたところ、綺麗な娘さんに車を止められ便乗させてくれるよう頼まれたそうな。気の良いドライバーは相手が美人で悪し、二つ返事でドアを開け、後ろの座席に座らせしばらく走ってから、どこで降りなさるかなと聞いた。もう少し先まで。そのまま車を走らせ、この辺りかなと言って後ろを振り返ってみたところ、乗せたはずの女は消えていて、座っていたところのシートは水でぐっしょりと濡れていたそうな。これと同じ怪事件が同じ場所で続いて何回か起こったそうで、噂が噂を呼んで物好きの人の運転する白い乗用車が夕方になると日野橋にずらりと並び出して、当時の週刊誌の記事になったのを覚えています。幽霊の出そうもない寒い季節の寒い話でした。お風邪を召されませんよご用心。この内容はですね、米子市のホームページに上がっております。ちょっとすごいですよね。じゃあちょっと進んでいきましょう。ちなみにですけど、ここ1982年に溺死した女性の遺体を発見したということもあり、まあ、その女性は捜索願いが出されていた母子の母親の方で子供の遺体を発見することができなかったということですね。それ以降その辺その話が出たということで、まあ、米子市のホームページにこのお話が載ったということでありますね。はい、渡っていきましょう。まあね、車の通行ができない橋なので安全に渡れると思います。まあ、夕方に出るという橋なんでね、この時間帯に来るっていうのが、まあ、出ないのかもしれないですけども。
どの辺まで行けば出るのか、やっぱり出ないのかとかありますけどね。とりあえず橋を渡っていきましょう。まあ文化財というだけあって、やっぱり造りとかはね、かなりいい造りですね。いい感じのちょっと絵になる造りの橋ですね。ど真ん中を歩いてると結構気分いいですね、これ。この辺りで橋の3分の1ぐらい行ってんのかな。まあ車が通るには狭いのかな、だから今はもう使われなくなってるのかなと思うんですけど。じゃあね、建造物としてのこの日野橋の情報をね、読み上げましょうかね。鋼製6連トラス橋で、橋長366メートル、幅員 5.8メートル、両岸親柱付き一基、ちょっと読み方が分かんないですね、ということになっております。登録有形文化財、建造物の登録有形文化財という形になっております。まあなんかアーチ状のものが、まあこれがアーチ状になってるんですね。それが4連あるということですね。はい、ここはね、乗せてって言ってくださいという女性を乗せて、まあ、美人の女性を乗せてね、行ってて、この辺りかなと言ったらいなくなってて、不死鳥に濡れていたと。その階段のスタート地点ではありますね、ここは。向こう側に見えるのが新日野橋になりますね。この日野側にかかっている橋ということになります。幽霊の出る時間帯として夕方っていうことなんで、今まあ夜中ですけども、夜中にしかも歩いて通っててもまあ幽霊出ないんだろうなとは思いますけども、ここでその幽霊事件があったという、なんですかね、歴史的な場所にはなります。まあ、その現場が今こういう感じということで、ライトとかもね、すごい明るいのがついてて、なんだったらこの撮影のライト別にいらないんじゃないかっていうぐらい明るかったりしますけどね。お、なんか鳴いてる。川の下の方で何かが泣いた声がしましたね。ちょっと見えないけど、これは多分下草地になってんのかな。多分もう河川敷になってますね、下は。ああ、河川敷ですね。だから河川敷のあたり、ちょっと向こうに森になってるんで、そこら辺にいる何か、鳥か何かが鳴いたようですね。結構ね、その河川敷じゃないけど、河川敷じゃないね、あの川沿いの道、車割と通りますね。うわ、めっちゃ鳥が鳴いてて嫌な感じの声をしてますね。はい、で渡り切った形に、まだ渡り切ってないです。はい、これで渡り切りました。この柱がね、コンクリート製のものでということですね。日野橋
昭和、4年5月ということですね。昭和4年5月に竣工ということですかね。いやーなんか綺麗な橋ですね。まあ、文化財として残されるのも納得できる形で。さて、じゃあね、往復しましょうか。まあおそらく女性の幽霊が出たっていうのは反対がこっち側、北道側なのかなとは思うんですけど、ちょっとねどっちかっていう情報がはっきりするのが見つけられなかったので、まあ、どちらから乗ってきたのかは判然としませんけれども、まあ幽霊が、女の幽霊が、しかも美人の女の幽霊が出て乗せていってくださいと言って乗っていったというお話が語られております。でその話がなんとね、米子市のホームページに載ったりとかね、まあ、週刊誌に載ったりとかもしてたというお話ですね。まあでも昔の怪談という感じですけどもね、その怪談話がホームページに載るほど市民の間で広く知られていてっていうのはちょっとね面白いですよね。やっぱねなかなかそのホームページに載るほどの階段ってないんで、そういう意味ではかなりしっかりと市民権を得ている階段ということで、階段を市民権得ているというのはなかなかね変な話があるんですけども、ただねそういうふうに語られる階段ということはもう何と言いますかね、それこそ小泉八雲の雪女の話とかそういうのに肩を並べるようなお話にある種なってるのかなというふうに思います。そう考えたときにこの話って結構すごい話なんだなというふうにちょっと考えさせられますね。まあ、その始まりがね、あの母子の行方不明の母親の遺体が見つかったことなんじゃないかって言われてるのはね非常に痛ましい話で、子供の遺体は見つかってないっていうのもさらに痛ましさを強化させますけど、そういう、旧日野橋、米子のタクシー階段の舞台、往復してきました。はい、そんなわけで、旧日野橋でございました。